ありがこんにちは。ひこれ、それでは今回なんですけども、水ホーレット20%キャンペーンで押さえておきたい3つの注意点を解説。クイックペイを使う前に必ずチェックしておきたいことや失敗談ということで、今回は現在開催中の水ホーレットの20%キャッシュバックキャンペーンなんですけども、僕も実際に使って気づいたことがあったので、まあそちらについて情報をシェアしていこうかなと思います。念のためキャンペーンのおさらいをしたいと思うんですが、現在水ホ銀行ではこちらのキャンペーンというのが開催中です。スマートデビットのご利用で でご利用金額の20%をもれなくキャッシュバックというキャンペーンですね上限は1万円までなのでまあ、5万円まで使えば限度額まで達します期間はもうすでに始まっていまして2019年の12月の15日日曜日までが開催中となってますそしてこのキャッシュバックされるのが結構先なんですけども2020年の3月下旬となっています ま、このキャンペーンのいいところっていうのは、クレジットカードとかとは違って、審査がないんですよね。なので、水保銀行をお持ちの方であれば、もちろん参加可能ですが、僕自身はまだ水保銀行を持ってなかったので、まあ、このキャンペーンのために水保銀行を開設しました。そして、先日あの、今画像にも出てるキャッシュカードが届きまして、まあ、無事に今回のキャンペーンをやっと使い始めることとなりました。そして、ここからは実際にキャンペーンに取り込む際の注意点とか、まあ、失敗談を僕なりに簡単にお伝えします。 まず一つ目っていうのはエントリーが必須ということですね。まあ、これは何が言いたいかというと、講座解説をして、スマートデビットの設定をしたらそのまま自動的にキャンペーンの参加ができるというわけでもなくて、必ず専用ページでエントリーが必須となってます。そのエントリー方法なんですけども、すでにスマートデビットを設定している状態でお伝えすると、ミズホーレットのアプリを立ち上げたら、まず右上のマークをですね、タップして、そしてスマートデビットの詳細画面に入るので、ここでご利用明細紹介というところをタップして、そして、 キャンペーンの登録参加状況のところをタップ。そしたらブラウザの画面に飛ぶので、ここでキャンペーンの参加をタップして行うという感じですね。まあ、実際にしっかりとキャンペーンに参加が完了すると、確認のメールが届いたりとか、もしくはアプリ上でこのように、水ホレット利用感謝キャッシュバックに参加中というふうに表示されて、まあ、エントリーできたかどうか確認することもできるので、これで完了となります。なので、もし水ホ銀行が届いたら、まずはこのキャンペーンにエントリーを市場にすることをお勧めします。 次、二つ目の注意点は、クイックペイプラスのお店のみが対象ということですね。まあ、これは以前僕の YouTube のライブ配信とか、あとは動画のコメントとかでもアドバイスを結構いただきました。で今回のキャッシュバックを受けるために、必ずスマートフォンをかざしてクイックペイでの決済が必要となります。まあ、下に出てる画像で言うと赤枠の方なんですけども、まあ、このクイックペイというのは2種類ありまして、まあ、簡単な違いないんですけども、まあ、大きな違いはそんなにないんですが、普通のクイックペイの場合は、1回あたりが2万円までのお支払いの なんですけども下のピンクの方のクイックペイプラスの場合は1回あたり2万円を超える支払いでも使うことができますで今回はそのクイックペイプラスのお店が対象ということになります ま、せっかくなので、クイックペイの公式ページを参照しながら、まずはクイックペイプラスの対象のお店をお伝えしたいと思うんですけども、まずはこちら、イオンがあると思うんですが、ここはクイックペイプラス。ま、小さくて申し訳ないんですけども、あとはイオンスーパーセンターや、夢タウン、これも、ま、クイックペイプラスのお店になります。よく見てもらったらわかるように、右上にうっすらとアルファベットの Q にプラスのマークが入っていますね。 そして次見ていただきたいのはこちら、泉屋というスーパーの右上を見ると、アルファベットの Q だけが表示されてます。青色の部分ですね。まあこれはクイックペイプラスではなくて通常のクイックペイとなるので、このマークだけのお店の場合は、今回のみずほのキャッシュバックを受けることができません。 ま、他にも、セイコーマートとか、セブンイレブン、ローソン、ファインマーなど、まあ、コンビニはほとんどクイックペイプラスなので、まあ、ここは問題ないですね。あと、気をつけてほしいのは、こちら、ガソリンスタンドですね。まあ、ここ最近、ガソリンスタンドはカード以外にもクイックペイが対応しているところが、ま、多くなりつつありますが、まあ、ご覧の通り、どちらとも青のクイックペイのマークなので、キャッシュバックの対象とはなりません。なので、これらはマークに関しては事前に対応しているかどうか、まあ、クイックペイの公式ページで確認する必要がありますね。まあ、最後、三つ目なんですけども、 メンテナンスありということで、まあ、こちらは僕の失敗談なんですが、まあ、先日ファミリーマートでお買い物をする際に、決済をクイックペイで行う感じだったんですが、全然うまくできなかったんですよね。まあ、その日は何度かみずほで、クイックペイ決済が問題なくできたんですけども、よくよく見たらこちら、なんとですね、ただいまメンテナンス中です。メンテナンス終了までお待ちくださいとアプリ上で表示がされていたんですよね。なので、まあ、この日はしぶしぶ別の方法で決済をしました。しかも時間帯としても23時ぐらいだったので、 まあこれはちょっと痛かったですね。まあ確かに、みずほは結構メンテナンスに入るイメージでしたけども、まさかのタイミングでこのメンテナンスを食らってしまうという風に思いませんでしたね。というか結構こういうパターンってあるもんなんですかね。まあちょっとみずほ銀行初心者の僕なので、もしですね、お詳しい方いらっしゃいましたらコメントください。まあちなみにみずほ銀行を作ってそんなにネガティブなことばかりではなく、いいこともあります。 ま、先ほどお伝えした水保銀行のキャンペーンとは別に、あの JCB のキャンペーン、20%キャッシュバックキャンペーンにも参加できちゃうんですよね。 まあ、キャンペーンの詳細は省きますが、まあ、みずほと同様に20%キャッシュバックで上限が最大1万円までとなってます。まあ、こちら JCB が提供する対象のクレジットカード以外にも対象のデビットカードでも参加が可能となってます。まあ、一応こちらは期間は2019年の12月の15日までですね。まあ、その中にですね、なんとみずほ銀行も今回加わってるということになってまして、み水穂レッドは対象外なんですが、みずほ銀行のデビットカードは対象となってます。まあ、こちらも同じクイックペイでの決済が必要となってまして、端末がアップ Apple Pay Google Pay Google やに対応すする必要がありますもちろんキャンペーンに参加するためには先ほどのみずほとは別に JCB の専用ページで必ずエントリーが必須となってます。完了したら確認メールが届くのでそれで OK です。 なので、水保銀行のキャンペーンで1万円の上限に達したら、次に JCB のキャンペーンに参加するということもできます。もちろん順番は逆でも OK です。なので、もし僕と同じように水保銀行を新たに作成された方や、まあ、すでに水保銀行をお持ちの方は、この方法であれば期間内かなりお得にお買い物ができますね。一応まとめるとこんな感じです。1番エントリー必須、2番はキャンペーンの対象はクイックペイプラスのみ、そして3番はメンテナンスあり、で4番は JCB のキャンペーンに参加可能ということですね。 そんなこんなで今回は、みずほ銀行のキャンペーンについての注意点や JCB のキャンペーンなどについてお伝えしました。もちろんすでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、改めてリマインドということで動画にさせていただきました。まあ僕も使い始めるのがかなり遅めだったということもあったので、動画としてもかなり遅れましたが、まだキャンペーンが終わるまでの期間がちょっとあったので、まあ今から使われる方に対して参考になれば幸いです。もしですね、みずほ銀行を利用されている方で、他にもこんなことを気をつけた方がいいよ、などなんかこうアドバイスがあればですね、 下のコメント欄に書き込んでいってください一応下の概要欄にみずほ銀行のキャンペーンそして JCB のキャンペーンについての公式リンクも貼っておきますのでエントリーがまだな方やこのキャンペーンの詳細が気になる方はぜひですねチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました